冬のハエとは何かヨボヨボと歩いているハエ指を近づけても逃げないハエそして飛べないのかと思っているとやはり飛ぶハエ彼らは一体どこで夏ごろの不定さや肉々しいほどのすばしこさを失ってくるのだろう色は不鮮明に黒ずんで死体は萎縮している汚い臓物で張り切っていた腹はこよりのように痩せ細っているそんな彼らが 我々の気もつかないようなヤグの上などをいじけ衰えた姿で張っているのである冬から早春にかけて人は一度ならずそんなハエを見たに違いないそれが冬のハエである私は今この冬私の部屋に住んでいた彼らから一遍の小説を書こうとしている冬が来て私は日光浴をやり始めた 谷間の温泉宿なので日が陰りやすい谷の風景は朝遅くまでは日陰の中に住んでいるやっと十時頃谷向こうの山にせき止められていた日光がせん,せんと私の窓をい始める窓を開けて仰ぐと谷の空はアブやハチの交点が忙しく飛び交っている白く輝いた雲の糸が弓形に膨らんで幾条も幾条も流れてゆく その糸の上にはなんという小さな天女。雲が乗っているのである彼らはそうして自分らの体を谷のこちら岸からあちら岸へ運ぶものらしい昆虫、昆虫。初こと言いっても彼らの活動は空におるようである日光がかしの梢に染まり始めるするとその梢からは白い水蒸気のようなものが立ち上る霜が溶けるのだろうか 溶けた霜が蒸発するのだろうかいやそれも昆虫である微粒子のようなハムシがそんな風に群がっているそこへ火が当たったのである私は開け放った窓の中で半裸体の体を晒しながらそうした内ちのようににぎやかな谷の空を眺めているすると彼らがやってくるのである彼らのやってくるのは私の部屋の天井からである。 日陰ではよぼよぼとしている彼らは日向の中へ降りてくるやよみがえったように活気づく私のすねへひやりと止まったり両足をあげて脇の下をかくようなまねをしたり手をすり合わせたりかと思うと弱々しく飛び立っては絡み合ったりするのであるそうした彼らを見ていると彼らがどんなに日光を楽しんでいるかが哀れなほど理解される。 とにかく彼らが気儀するような表情をするのは日向の中ばかりである。それに彼らは窓が開いている間は日向の中から一歩も出ようとはしない。日が陰るまでうってゆく日向の中で遊んでいるのである。アブやハチがあんなにもはつらつと飛び回っている外気の中へも決して飛び立とうとはせず、なぜか病人である私を真似ている。しかし何という。 生きんとする意思であろう。彼らは日光の中では交尾することを忘れないおそらく腰からはそう遠くない彼らが日光浴をするとき私のからに彼らを見るのは私の日課のようになってしまっていた私はかすかな好奇心と一種なじみの気持ちから彼らを殺したりはしなかったまた夏の頃のようにたけだけしいハエトリグモがやってくるのでもなかった そうした外敵からは彼らは安全であったといえるのであるしかし毎日大抵二匹2ずつほどの彼らが亡くなっていったそれはほかでもない牛乳の瓶である私は自分の飲みっぱなしを日向の中へ置いておくすると毎日決まったようにその中へ入って出られないやつができた瓶の内側を体に付着した牛乳を引きずりながら登ってくるのであるが 力のない彼らはどうしても中途で落ちてしまう私は時々それを眺めていたりしたがこちらがもう落ちる自分だと思う頃ハエも「ああもう落ちそうだ」というふうに動かなくなるそして案の定落ちてしまうそれは見ていて決して残酷でなくはなかったしかしそれを助けてやるというような気持ちは私のアンニーからは起こってこない 彼らはそのまま女中が下げてゆく蓋をしておいてやるという注意もなおのことできない翌日になるとまた一匹ずつ入って同じことを繰り返していたハエと日光浴をしている男。今諸君の目にはそうした表彰が浮かんでいるに違いない日光浴を描いたついでに私はもう一つの表彰。日光浴をしながら太陽を憎んでいる男を描いてゆこう。 私の滞在はこの冬で二冬目であった。私は好んでこんな三冠にやってきているわけではなかった。私は早く都会へ帰りたい。帰りたいと思いながら二冬もいてしまったのである。いつまでたっても私の疲労は私を解放しなかった。私が都会を思い浮かべるごとに私の疲労は絶望に満ちたまちまちを描き出す。それはいつになっても変回されない。そしてじめ。 心に決めていた都会へ帰る日取りは遠の昔に過ぎ去ったまま今はその影も形もなくなっていたのである私は火を浴びていてもいな火を浴びる時こときは事に太陽を憎むことばかり考えていた結局は私を生かさないであろう太陽しかもうっとりとした性の幻影で私を騙そうとする太陽お私の太陽 私はだらしのない愛情のように太陽が尺に触った。毛衣のようなものは、反対に、ストレートジャケットのように私を圧迫した。狂人のようなもだえでそれを引き裂き、私を殺すであろう骨幹の中の自由をひたすらに私は欲した。こうした感情は日光浴の際、身体の受ける生理的な変化、盛んになってくる血行や、 それに従ってどん魔してゆく頭脳や、そういったものの中に確かにその原因を持っている。鋭い悲哀を和らげ、ほかほかと心を楽します快感は、同時に重っ苦しい不快感である。この不快感は日光浴の澄んだ後、何とも言えない虚無的な疲れで病人を打ち負かしてしまう。おそらくそれへの嫌悪から私のそうした憎悪も敗退したのかもしれないのである。 しかし、私の像はそればかりではなく、太陽が風景へ与える効果、目からの効果の上にも形成されていた。私が最後に都会にいた頃、それは当時に間もない頃であったが、私は毎日自分の窓の風景から消えてゆく日陰に限りない相席を持っていた。私は墨汁のように込み上げてくる開墾と苛立たしさの感情で。 風景をを埋めていく影を眺めててく影眺いた。そして落日を見ようとする切なさに駆られながら見通しのつかない街を慌てふためいてうろうろしたのである今の私にはもうそんな相席はなかった私は日の当たった風景の象徴する幸福な感情を否定するのではないその幸福は今や私を傷つける私はそれを憎むのである 谷の向こう側には杉林が山腹を覆っている。私は太陽光線の欺瞞をいつもその杉林で感じた。昼間、日が当たっている時、それはただ雑然とした杉の穂の堆積としか見えなかった。それが夕方になり、光が空からの反射光線に変わるとはっきりした遠近に分かれてくるのだった。一本一本の木がおかしがたい威厳を表してき、 しんしんと立ち並び立ち静まってくるのであるそして昼間は感じられなかった地域が賢にここに杉のほなみの間へ想像されるようになる谷川にはまた菓子やシイの常緑樹に混じって一本の落葉樹が裸の枝に朱色の実を垂れて立っていたその色は昼間は白く粉を吹いたように疲れている。 それが夕方になると目が吸いつくばかりの鮮やかさにさえる。元来一つのものに一つの色彩が固有しているというわけのものではない。だから私はそれをも欺瞞というのではない。しかし直射光線には変化があり、一つの物性の色をその周囲の色との正しい階調から破ってしまうのである。そればかりではない。全反射がある。 日陰は日向との対象で闇のようになってしまうなんという雑多な混濁だろうそして全てそうしたことが日の当たった風景を作り上げているのであるそこには感情の主観があり神経の鈍魔があり理性の欺瞞があるこれがその象徴する幸福の内容であるおそらく世間における幸福がそれらを条件としているように 私は以前とは反対に谷間を冷たく沈ませてゆく夕方を、わずかの時間しか地上にとどまらない黄昏のおごそかな掟を待つようになった。それは日が地上を去っていった後、道の上の水たまりを白く光らせながら空から降りてくる反射光線である。たとえ人は、その中では幸福ではないにしても、 そこには私の目を澄ませ心を透き通らせる風景があった。平俗な日なため、早く消えろ。いくら貴様が風景に愛情を与え、冬の蠅を活気づけても、俺を愚昧化することだけはできぬわ、はい。俺は貴様の弟子の外交派につばを引っかける。俺は今度会ったら医者に抗議を申し込んでやる。火に当たりながら私の憎悪はだんだん高まってゆく。 しかしなんといういきんとする意思であろう日向の中の彼らは永久に彼らの楽しみを見捨てないびの中のやつも永久に登っては落ち登っては落ちているやがて日が陰り始める高いシイの木へ隠れるのである直射光線が毛太い解説光線に移ろい始める彼らの影も私のすねの影も不思議な鮮やかさを帯びてくる そして私はドテラをまとってガラス窓を閉ざしかかるのであった午後になると私は読書をすることにしていた彼らはまたそこへやってきた彼らは私の読んでいる本へまつわりついて私のはぐるページのためにいつも体を挟み込まれたそれほど彼らは逃げ足が遅い逃げ足が遅いだけならまだしも わずかな髪の重みの下であたかも針に押さえられたように仰向けになったりしてもがかなければならないのだった私には彼らを殺す意思がなかったそれでそんなときことに食事のときなどは彼らの足弱がかえって迷惑になった食前のものへ泊まりに来るときは大う箸をことさらゆっくり動かさなくてはならない。 さもないと箸の先で汚らしくも潰れてしまわないとも限らないのである。しかしそれでもまだそれには跳ねられて汁の中へ落ち込んだりするのがいた。最後に彼らを見るのは夜。私が寝床へ入る時であった。彼らは皆天井に張り付いていた。じっと。死んだように張り付いていた。一体ひ弱な彼らは。 日光の中ででれている時でさえ、死んだハエが生き返ってきて遊んでいるような感じがあった死んでから幾日も経ち内臓なども乾きついてしまったハエがよくほこりにまみれて転がっていることがあるがそんなやつがまたのこのこと生き返ってきて遊んでいるいや事実そんなことがあるのではなかろうか といった想像も彼らの見てくれからは十分に許すことができるほどであったそんな彼らが今やじっと天井に止まっているそれは本当に死んだようであるそうした錯覚に似た彼らを眠る前枕の上から眺めていると私の胸へはいつも閣僚とした深夜の気配が染みてきた冬された谷間の旅館は私のほかに宿泊人のない夜がある そんな部屋は皆伝統が消されている。そして夜が更けるに従ってなんとなく廃墟に宿っているような心持ちを誘うのである。私の目はその荒れさびた空想の中に恐ろしいまでに鮮やかな一つの場面を思い浮かべる。それは夜深く海の顔立てながら澄み通った湯を溢れさせている谷そばの浴槽である。 そしてその情景はますます私に廃墟の気持ちを募らせてゆく。天井の彼らを眺めていると私の心はそうした深夜を感じる。深夜の中へ心が広がってゆく。そしてその中のただ一つの起きている部屋である私の部屋。天井に彼らの止まっている。死んだようにじっと止まっている私の部屋が、孤独な感情とともに私に帰ってくる。 火鉢の火は衰え始めてガラス窓を潤していた湯気はだんだん上から消えてくる私はその中から魚のハララゴに似た憂鬱なモンモンが現れてくるのを見るそれは最初の冬やはりこうして消えていった水蒸気がいつの間にかそんなモンモンを作ってしまったのである床の間の隅には薄くほこりをかむった薬瓶が何本も空になっているなんという検体 なんという隠遁だろう。私の病鬱は、おそらくよその部屋には住んでいない冬のハエをさえ済ませているではないか。いつになったら一体こうしたことにけりがつくのか。心がそんなことに引っかかると私はいつも不眠を災いされた。眠れなくなると私は軍艦の浸水式を思い浮かべる。その次には。 小倉百人一首を一種ずつ思い出してはそれの意味を考えるそして最後には考え得られる限りの残虐な自殺の方法を空想しその積み重ねによって眠りを誘おうとするがらんとした谷間の旅館の一室で天井に彼らの張り付いている死んだようにじっと張り付いている一室で その日日はよく晴れたた。暖かい日であった午後私は村の郵便局へ手紙を出しに行った。私は疲れていた。それから谷へ降りてまだ三与町も歩かなければならない私の宿へ帰るのがいかにも億劫であった。そこへ一台の乗り合い自動車が通りかかった。それを見ると私は不意に手を挙げた。 そししてそれに乗り込んでしまったのである。その自動車は村の街道を通る同族の中でも一種目立った特徴で自分を語っていた暗い幌の中の乗客の目が皆一様に前方を見つめていることや泥よけそれからステップの上へまであふれた荷物を浅縄が車体へ縛り付けている格好やそんな一種の物々しい特徴で彼らが今から上り三里 下り三里の峠を越えて半島の南端の港へ11里の道を行く自動車であることが一目で知れるのであった私はそれへ乗ってしまったのであるそれにしては何という不似合いな客であったろう私はただ村の郵便局まで来て疲れたというばかりの人間に過ぎないのだった日はもう傾いていた私には何の感想もなかった ただ私の疲労を紛らしてゆく快い自動車の動揺ばかりがあった村の人が背負い網を追って山から帰ってくる頃で見知った顔が何度も自動車をよけたその度私はだんだん意志の中ぶらりに興味を覚えてきたそしてそれはまたそれで私の疲労を何か変わった他のものに変えてゆくのだったやがてその村人にも会わなくなった 自然林が回った。落日が現れた。谷の音が遠くなった。年降りた杉の中老が続いた。冷たい山気が染みてきた。魔女のまたがったほうきのように。自動車は私を高い空へ運んだ。一体どこまで行こうとするのだろう。峠の水道を出るともう半島の南である。私の村へ帰るにも次の温泉へ行くにも三里の下り道である。そこへ来たとき。 私はやっと自動車を止めたそして白母の山の中へ降りてしまったのである何のためにそれは私の疲労が知っている私は不甲斐ない一人の私を人里離れた山中へ行きしてしまったことに君のいい嘲笑を感じていたカケスが何度も身近から飛び出して私を驚かした道は小倉谷平を回って どこまで行っても展望が開けなかったこのままで日が暮れてしまってはと私の心は心細さでいっぱいであった幾度も飛び出すカケスはそんな私を近くで見る大きな姿で脅かしながら歯の落ちた欅や奈良の枝をはうように渡っていった最後にとうとう谷が姿を現した杉の穂が細胞のように密生しているはるかな谷 なんというそれは巨大な谷だったろう遠もやの中には音も聞こえない水も動かない滝が小さく小さくかかっていためまいを感じさせるような谷底には丸太を組んだそり道がさむざむと白く張っていた火は谷向こうの尾根へ沈んだところであった水を打ったような静けさが今この谷をりしていた何も動かず何も聞こえないのである。 その静けさはひょっと夢かと思うような谷の眺めになおさら夢のような感じを与えていたここでこのまま日の暮れるまで座っているということはなんという豪奢な心細さだろうと私は思った宿では夕飯の用意が何も知らずに待っているそして俺は今夜はどうなるかわからない私は私の置き去りにしてきた憂鬱な部屋を思い浮かべた そこでは私は夕げの時分決まって発熱に苦しむのである。私は着物ぐるみ寝床へ入っている。それでもまだ寒い。五感に震えながら秋の頭は何度も浴槽を想像する。あそこへ使かったらどんなに気持ちいいことだろう。そして私は階段を下り浴槽の方へ歩いて行く私自身になる。しかしその想像の中では私は決して自分の衣服を脱がない。 衣服ぐるみその中へ入ってしまうのである私の体にはそして支えがない私はブクブクと沈んでしまい浴槽の底へで死体のように横たわってしまういつも決まってその想像であるそして私は寝床の中で満潮のようにおかんが退いてゆくのを待っているあたりはだんだん暗くなってきた日の落ちた後の水のような光を残して さえざえとした星が澄んだ空に現れてきた。こえた指の間の煙草の火が夕闇の中で色づいてきた。その火の色はこうとした周囲の中でいかにも孤独であった。その火を置いて一点の灯火も見えずにこの谷は暮れてしまおうとしているのである。寒さはだんだん私の体へはい込んできた。平常外気の犯さない奥の方まで冷えいって。懐で押しても何の役にも立たないくらいになってきた。 しかし私は闇と寒気がようやく私を勇気づけてきたのを感じた。私はいつの間にか、これから三里の道を歩いて次の温泉まで行くことに自分を予定していた。必死と迫ってくる絶望に似た者は、だんだん私の心に残酷な欲望を募らせていった。疲労または安乳が一旦そうした者に変わったが最後、いつも私は終わりまでその犠牲になり通さなければならないのだった。 りりがとっぷり暮れ、私がやっとそこを立ち上がったとき、私はあたりにまだ光があったときとは全く違った感情で私自身を偽装していた。私は山の凍てついた空気の中を闇を分けて歩き出した。体は少しも暖かくもならなかった。時々それでも私の方を軽く撫でてゆく空気が感じられた。はじめ私はそれを発熱のためか。 それとも極端な寒さの中で起こる身体の変調かと思っていたしかし歩いていくうちにそれは昼間の日のほとぼりがまだまだらに道に残っているためであるらしいことが分かってきたすると私には凍った闇の中に昼の日差しがありありと見えるように思え始めた一つの灯火も見えない暗闇というものも私には変な気を起こさせたそれは明かりがついたということでもしくは明かりの光のもとで 文明的な私たちは初めて夜を理解するものであるということを信んでしめるに十分であった真っ暗な闇にもかかわらず私はそれが昼間と同じであるような感じを抱いた星の光っている空は真っ青であった道を見分けてゆく方法は昼間の方法と何の変わったこともなかった道を染めている昼間のほとぼりはなおさらその感じを強くした突然私の後ろから風のような音が起こった さっと流れてくる光の中へ道の上の小石が歯のような影を立てた一台の自動車がそれを避けている私には一個の注意も払わずに走りすぎていったしばらく私はぼんやりしていた自動車はやがて谷平を回った向こうの道へ姿を現したしかしそれは自動車が走っているというよりヘッドライトをつけた大きな闇が前へ前へ押し寄せていくかのように見えるのであった それが夢のように消えてしまうとまたあたりは寒い闇に包まれ空腹した私が暗い情熱にあふれて道を踏んでいたなんという苦い絶望した風景であろう私は私の運命そのままのシーの中に歩いているこれは私の心そのままの姿でありここにいて私は日向の中で感じるような何らの欺瞞をも感じない私の神経は暗い行く手に向かって張り切り 今や欠然とした意志を感じるなんというそれは気持ちのいいことだろう定罰のような闇肌をつんざく骨幹その中でこそ私の疲労は快く緊張し新しい旋律を感じることができる歩け歩け下手ばるまで歩け私は残酷な調子で自分を鞭ち打った歩け歩け歩き殺してしまえ その夜遅く私は半島の南端、港の船着き場を前にして疲れきった私の体を立たせていた。私は酒を飲んでいた。しかし心は沈んだまま少しも酔っていなかった。強い潮の蚊に混じって、ちゃんや油の匂いが濃くそのあたりを立てこめていた。もやいずなが船の寝息のようにきしり、それを眠りつかせるように。 静かな波のぽちゃぽちゃと減速をたたく音が暗い水面に聞こえていたバツバツさんはいないかよ静かな空気を破って生まめいた女の声が先ほどから騎士で呼んでいたぼんやりしたあかりりを眠そうに下げている100トン余りのき船の友の方から見えない声が不明瞭に何か答えているそれはおもおもしいバスであるいないのかよバツバツさんは。 それはこの港に船の男を相手に媚びを打っている女らしく思える。私はその返事のバスにひと事ながら聞き耳を立てたが相変わらず曖昧な言葉が同じように鈍い調子で響くばかりでやがて女は諦めた様子でいなくなってしまった。私は静かな眠った港を前にしながら天変に飛んだその夜を回想していた。サンリはとっくに歩いたと思っているのに。 いくらしてもおしまいにならなかった山道や谷の中に発電所が見え始めしばらくすると谷の底をちょが2つ3つ静かな夜の挨拶を交わしながらもつれていくのが見え私はそれが大方村の人が温泉へ入りに行く明かりで温泉はもう間近に違いないと思い込み元気を出したのに見事当てが外れたことや やっと温泉について凍えつかれた獅子を村人の混み合っている共同湯で温めた時の異様な安堵の感情や本当にそれらは回想という言葉にふさわしいくらい一晩の経験としては豊富すぎる内容であったしかもそれでおしまいというのではなかった私がやっと腹をふくらして人心つくかつかぬに私の満たされない残酷な欲望はもう一度私に夜の道へ出ることを命令したのであった 私は不安なあてで名前も初耳な次の二里ばかりも離れた温泉へ歩かなければならなかったその道でとうとう私は迷ってしまい途方に暮れて闇の中へうずくまっていた時遅い自動車が通りかかりやっとのことでそれを呼び止めて予定を変えてこの港の町へ来てしまったのであったそれから私はどこへ行ったか私はそんなところには一種の嗅覚でも持っているかのように 掘り割りに沿った商家の家並みの中へ出てしまった。もぐさをまとったような仙婦たちが何人も群れて、白く化粧した女をからかいながら、よろよろと歩いていた。私は二度ほど同じ道を回り、そして最後に一軒の家へ入った。私は疲れた体に熱い酒を注ぎ入れた。しかし私は酔わなかった。尺に来た女は三馬仙の話をした。 船員の腕にふさわしいたくましい健康そうな女だったその一人は私に院を勧めた私はその金を払ったまま港の在りかを聞いて外へ出てしまったのである私は近くの沖にゆっくり明滅している回転灯台の火を眺めながら長い絵巻のような夜の終わりを感じていた弦の触れ合う音友綱の春音 眠たげな船の明かり、すべてが暗く静かに、そしてうちわで、和やかな鑑賞を誘った。どこかに探して宿を取ろうか、それとも今の女のところへ帰って行こうか、それはいずれにしても私の憎悪に満ちた荒々しい心は、この港の不頭で尽きていた。長い間を私はそこに立っていた。 毛い眠気のようなものが私の頭を誘うまで静かな海の闇を見入っていた私はその港を中心にして3日ほどもその付近の温泉で帰る日を延ばした明るい南の海の色や匂いは何か私には荒々しく粗雑であったその上貴族で薄汚い平野の眺めはすぐに私を明かせてしまった山や谷がせめぎ合い心を休める余裕や 安らかな望みのない私の村の風景が、いつか私の身についてしまっていることを私は知った。そして3日の後、私はまた私の心を封じるために、私の村の。私は何日も悪くなった体を寝床につけていなければならなかった。私には別にさした後悔もなかったが。 知った人々の誰かれがそうしたことを聞けばさぞ陰気になり気を悪くするだろうとそのことばかり思っていたそんなある日のこと私はふと自分の部屋に一匹もハエがいなくなっていることに気がついたそのことは私を十分驚かした私は考えたおそらく私の留守中誰も窓を開けて火を入れず火を焚いて部屋を暖めなかった間に 彼らは歓喜のために死んでしまったのではなかろうかそれはありそうなことに思えた彼らは私の静かな生活の予得を自分らの生存の条件として生きていたのであるそして私が自分の鬱屈した部屋から逃げ出して我と我が身を責め災難でいた間に彼らは本当に歓喜と上で死んでしまったのである私はそのことにしばらく憂鬱を感じた それは私が彼らの死を悼んだためではなく私にも何か私を生かしそしていつか私を殺してしまう気まぐれな条件があるような気がしたからであった私はそいつの幅広い背を見たように思ったそれは新しいそして私の自尊心を傷つける空想だったそして私は その空想からますます異物を加えてゆく私の生活を感じたのである。